それは、はい、あの、どう見てもこれは限度を超えてるなってある線があるわけですよ。腐敗汚職はしてもいいんだけども、うん、この線を超えてはいけないと。そういうのを超えてる人がやられてると。それで、そのグループっていうのが江沢民派にたまたま属してるっていうことで、はいはあ、仮に元の古今党派だろうが、大使、ええ、党だろうが、ええ、同じ規模の個人資産で1兆、ええ、1> あの、5000万円、5000億,、はいはい、億円を、 あの、不正蓄財してたんだったら、それは誰でもやられるでしょうね。ただ考えてみると、それを没収するわけでしょじゃあ没収したその利権は、再分配するわけじゃないですか、仲間で。だから、国民からすると、とんでもないと。そういったとんでもないものをやっつけたと。自分のところに金入ってくるわけじゃないですけどね。金持ちが引きずり下ろされるっていうのは、金のない人間から見ると楽しいもんなんですよ。 で、そこでスカートさせて、今度はうちはで、ねえー、ばらまくわけですから。えー、別に悪いことないですよね。ああ。材っていうことについてはみんな同じ穴の無地なのでね。同じの穴の無地なんです、うん、50歩、100歩は違うわけです。うん。そうか。十10億の蓄材はいいんですけど、1兆の蓄材ダメなんです。えー、ああ。しかし、やっぱり、まあ当時はその、えー、乗務員9人だったそうですけど、はいえー、それで1兆5000億もね、一族でそのプールできるって、これ凄まじいことですね。 ただ、日本ももし選挙制度をなくして、<laughs> 一切管理されないっていう制度にすれば、<laughs> そういうことはなりかねないなと思いますよ。<laughs> ありますか。 ですからあの国の問題っていうのはこういうような腐敗政治家いる指導部がいても選挙のとどうすることできないんですから勝手に指導者決まってくるわけですからですから我々もいろいろ問題もあるけどもやっぱり民主主義ってのはいかにいいものかと民主主義だと一丁猫ばぶするやつはでき出てこないんですよそうかそれであの習近平さんも結構あの良い集団だなと思うのは三百五十人なんかねその一派をこうそれぞれ今までパクってきてでこの公安の方の ね、にもすごい力があったっていうのはこの周栄光紙であって、はい、あの普通公安の,その上の人をパクるっていうのはこれは非常に自分が怖いですよねいや<え>その前にもう公安の中継以下のところの神社に入れやってるはずですみんなやってるんですね細かくねえそうじゃない手出する、うん、だから良い周到なんですよね、えー、<構>ですからもうちゃんと包囲網は作った上で最後の仕上げでやってると、はい、はあ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 ,、はあ、まあだからこの方はどうされるのか、えー じゃあ白いさん、白い白紙のこはどういうふうにやるのか。ええ、まあ一番、あの、東京として都合がいいのはね、ええ、全部見せしめ裁判で飲み込んで、ええ、自分が悪かったですって言って、ええ、あの、服役してくれるのがいいんですけども、その次にのは自殺してくれるといいでしょうね。<laughs> <laughs> 一番めんどくさいのは無罪だと言って争うことだ<ー>あんまり無罪とか言って争うって途中でなんか、落としも落としでしょ。<ー>急に心臓止まるかもしれませんね、獄中で。 国民はこれで結構留院下げるようなとこあるんですか留院下げるでしょうね。うん、とにかく。っかだってとにかくやっつけるってことは何だろうか面白いですからね。なるほどね。うん、えー、もうずっと上の方にいる人が下にドドンと落っこってくるっていうのはやっぱり最高の快感だってね。 えー、よく言いますからね<ー>、うん、特に中国の人はそうでしょう、うん、選挙の落として落とすってメカニズムはないわけですから。本当です、えー。で、今までアンタッチャブルだったんですからね、えー、そこに手突っ込んだということで、チャン・ソンテクと一緒ですね、北朝鮮の。<あー> <laughs> ただ、少し北朝鮮よりは文明的にやってると。<laughs> なるほど